どううもおはようございます速のですので今日もこのサブチャンネルからお届けしようかと思います私の YouTube チャンネルは1万4000人以上の会員さんがいらっしゃってで10年以上運営してるんですよね当然収益化もしてますし毎月、まあ、10万円単位のね収入いただいてますんでこの YouTube チャンネルが潰れるのは非常に惜しいなと思うんですよでもいきなりなくなるかもしれませんいやこれはね 今日この瞬間なくなるかもしれないんですよ。ですんでサブチャンネルからお届けしております。一応ですね、4月の26日からメインチャンネルの方に戻る予定ではありますけども、いや、戻ったところでね、もう一回何らかの警告を受けたらもう終わりですからね。というか警告抜きに終わりにな,なっちゃいますから、突然私のね、2万本以上アップロードした動画が消えるってことになるかもしれません。いろんな思い出があったんですけどもね、うん。優しいね、40代を この全て YouTube で過ごしてきましたんで、非常に痛い、辛い、悲しいですね。でも、きっとですね、この YouTube を通じて出会った方、そして共通の思いっていうのは、サブチャンネルに移行しようとも、そして YouTube がなかろうと繋がっていくんではないかなと思います。今日もよろしくお願いします。本日はですね、52歳の女性からのご連絡でございます。タイトルにしてですね、こんなはずじゃなかった。 将来を考えずに転職して今気づいたことという形になりますえ。実はね、これはある女性のエントリーに寄せられたものですけども、そのまま私が使わせてもらっていますえ。今回ペンネーム、見通せない女、女性、年齢52歳ということでご連絡いただいておりますえ。まずね、プロフィールを紹介しますね。非常に短くまとめられております。シングルマザー歴14年、働き出してからかれこれ30数年ですが、 今こんな生活をしてるとは思いませんでした。ということで、きっとこの女性も20代前半でですね、社会に飛び出していった頃は、バリバリのキャリアウーマン、もしくは家庭を築いて幸せな子供たちとの暮らし、いろいろと期待に胸を膨らまして社会に出たんでしょうね。きっと私と同じような時期に社会に出られた方だと思います。そして、そのギャップが現在襲ってきてるわけなんですよ。えー、私は今52歳、正社員ですが、 他の会社に派遣されて働くという働き方をしています。はい。ね派遣社員さんですよね。この年になってもほとんど給料は上がらず、手取りは交通費込みで20万円ちょい。派遣先から自社には結構な額が支払われているのに、私の手に入るのは新入社員と変わらない金額。やる気もなくなります。正社員とはいえ、他の会社に派遣されて働いているので、いつクビになるかわからない。 状態ですというふうに前置きがなされていますねで続きますどこで何を間違ったのか何をすべきだったのか今振り返ってみるとわかるところがありますということでご自身の人生を振り返っていらっしゃいますそういうふうに考えていくといろいろ思いつくことがあると思うんですがここら辺からね、きっとね、この動画をご覧になってる方ライブ放送にご参加の方もなるほどなと思うところが多いんじゃないかなと思います 真面目に将来を考えておらず、そのため将来を見据えた転職も勉強もしてこなかった。これにつきますと。短い文章ですけども、いや、痛感しますよね、うん。私も40歳までこんな感じでしたね。略歴。私は IT の専門学校を出て、20代は大手メーカーでアプリケーションの開発をしていました。時代の最生端って感じですよね。順風満帆という形でございます。 30代前半で子供を授かり、あ、ご結婚されたみたいですね。産休後は幸運にもすぐに保育園に預けられました。今まで通りに働けると思っていましたが、子供の体調に左右され、なかなか以前のように働きません。私のせいで開発チームのみんなに迷惑をかけるのが辛く、大手メーカーを退職しました。うん、あの、子育てをしながらお仕事をしていると、確かに子供のいろんなコンディションの突発的なね、えー 不良とかで仕事を後回しにせざるを得ない時期ってあるんですよ。そのためにチームがあって会社があるはずなんですが、最近はですね、そうもいかなくって、以前でしたら自分のポストの代わりっていうのはいくらでもいた、そういうふうな会社の運営だったんですけども、今はですね、少人数でなるべく人を雇わずに、一人の人がたくさんのことを掛け持つようなベンチャー型になってきたんですよね。まあ、そうなると、 誰かが抜けたら現場が回らないっていう状態が起きるわけなんですよ。だから以前の昭和の時代のサラリーマン体質っていうのは、誰かがサボっても回る、誰かが突発的に抜けても大丈夫みたいな形でお互いにカバーし合っていたチームでの仕事がうまくいったんですよね。現在はチームではなくて個人プレーの集合体なんですよ。だからこれが効率もいいし、実は効率も悪いってことになってきてるんですよね。コウジさんおはようございます。今日もよろしくお願いします。 コウジさんのことも紹介させてもらいますんでね。よろしくお願いします。もしよろしかったら、こういった仕事を紹介してくれ、みたいな感じでメッセージいただければ幸いでございます。はい。で、次なんですけども、えっ、ー、と、この方ね、40歳を過ぎてでしたが、また転職しましたということでございます。ね。30代で子育てをしながらの仕事に限界を感じて、辞めたけども、40代でまた転職がすぐ決まったってことなんですよね。はい。ノクさんもおはようございます。見通せない男。 いや、ノクさんね、体のが見通せてよかったじゃないですか。ふ <laughs> ーたろ50年生です。はい。同期ですね、私もね。いや、私ね、50歳からの生き方をね、今49歳、今、スタンバイしてるんですよ。あ、5年生ですかはい、ノクさんね。だからね、あの、50歳からの挑戦っていうテーマで、いくつかやっていこうと思うんですよね。うん。まあ、これは後回しにしましょうか、また。50歳から始めたいことみたいな、結構あるんですよ。はい。で、この女性の話に戻りますけども、 40歳を過ぎて転職が決まったんですが、ブラック企業、ハローワークの資料にあった開始時間の8時ではなく、7時45分までにタイムカードを押さないと遅刻だと入社後言われました。うん。ちょっとここで私言って言わせてもらいたいんですけども、ハローワークの資料にあった開始時刻が8時でしょで、7時45分までにタイムカードを押せでしょこれ、これ別に当たり前じゃないですかね、こんなの。15分早く来るなんて、 ここで毒づくことではないと思うんですけどね。この辺にね、この女性の性格の甘さとかね、今まで仕事をずっと40過ぎまでやってきたのに、何甘っちょいこと言ってんのとか、今までの仕事ってこんな感じでるくやってたんだっていうところが伺えますね。はい、じゃあ文章戻ります。一時が万事、ハローワークに書いてあることが何一つ守られていない会社で、総務や専務に再三、条件が違うと訴えたら、使用期間の3ヶ月でクビになりました。 まあこれはそうですよねこれはね、やっぱりよくあることなんですけども仕事の経験を積んでいくとそれなりに自分のポジションにその自信を持っちゃうんですよねだから新しく入った新人の会社でも使用期間中なのにいろいろと言ってしまうんですよで結局ねそんなことみんな分かっていてやってるんですよ仕事って少しでも条件を良くしようと思ってみんな少しずつあの業務を改善しながらね日々の仕事に打ち込んでるんですよね だから、何も今の体制にいいダクダクとしあの従ってるわけでもない、総務の方も専務の方も、何とか業務改善しようと思ってやってるところに、入社して間もない人がね、しったりにこんなこと言ったら、やっぱりね、この人は、なんだ、自分、じゃあどう,どうやってあなたはこの職場を変えようと思ってるのってことになるわけですよ。つまり、言いたいことは言うけれども、 じゃあ、その体制をあなた作って言ったときに、いや、それは会社の仕事でしょうっていうふうに揉めるっていうふうにね、なっちゃうわけなんですよね。え、ノクさん、30分前に行くぐらい当たり前。そう、そうなんですよ。うん。特に、うん、なんか新人として会社に入るときって、誰よりも早く行くのは当たり前ですよね。いや、そういう意識で行かないと、何新人が一番遅くギリギリ来ていいの、いいと思ってるのかってことになっちゃいますし、いや、本当にね、 8時開始の仕事にしたいんだったら、8時からでも間に合うようにすればいいわけなんですよ。でも新人さんがね、15分早く来たぐらいで、先輩社員に追いつけるわけないじゃないですか。やっぱその辺ちょっとね、この方がね、40過ぎまで仕事をやってきて、ブラック企業だって言ってね、あのー、一くくりにしてますけども、じゃあそのブラック企業に何年も何十年も勤めてきた、この総務とか専務の方はどう思うんですかってことですよね。 ブラック企業であることを認識しながらも、一から叩き上げて、ずっと支えてきたわけですよ。入った後はブラック企業だとか言ってからね。入り言葉のように使う。もうちょっとこれじゃやっていけないと思います。ブラックなら、じゃあどうホワイトに変えていくのか。で、何ヶ月、何年かけて自分はこの会社を正常化していくのかっていうふうに考えればいいわけであって、せっかく入れてもらったのに、なんだこの会社はとかね。で、それは入社前に自分が面接とかで確かめればいいわけですよ。いや、ちゃんと規定通りの会社なんですかとか。 いや、8時出社って書いてるけども、これ30分前の出勤求められるんじゃないでしょうか。15分前に来いって言うんじゃないですかって書てね、うん。そういうふうに言って、いや、確かに8時出勤だけども、うん、せめてね、15分前には来てほしいよねって面接で言われたら、じゃあ断りますっていいわけですよ。だから事前調査が足りなすぎますよね、この方は。うん、と思います <laughs>、はい。で、この方の気づいたことなんですけども、えっ、ー、と、 私は大手メーカーで働いていた頃、自分は何もしなくても将来はバリバリ働けると思っていました。うん。これがすごいですね。自分は何もしなくても将来はバリバリと働けると思っていました。これがすごいですね。何もしなくてもそんなわけないですよね。うん、だから子供を授かり転職する際、自分が楽になればよい、給食期間を短く済ませたいと、自分の将来に主軸を置かず、安易な考えで簡単に転職できる会社を選んでしまったのです。あ 深く反省しますよね、うん、でも本当この通りです。これに気づけてよかったと思いますだからずっと自分が今まで高慢だったってことを反省してるってことですよね。うん、でもその場その場で流されるように転職しても自分の望んだ将来に着地することなんてありません。目標を定めて進まなくてはならなかったのです。えー、これはね、この方が反省するのと同時に、まさに私たちに本当に深く突き刺さる言葉かなと思ってますね。 どうも、しげみさん、今日も来てくださいましたね。ありがとうございます。おはようございます。はい。そしてですね、即戦力を求められる今、入社してから勉強させてください。は、ぬるい目で見ても20年までです。その通りですよね。あの、入社して仕事の勉強をするっていうのも確かにあるんですよ。でも、入社するまで勉強しないっていことではないですからね。自分がどんな専門職に入るのかとかね。自分はこの会社に入ったら何をするのかとかね。 それから、入社したらどんな人との付き合いが始まるのか。これは事前に予習できることですから、今でしたらね、入社しようとする会社のデータなんて、インターネットで調べれば出てきますんでね。社員の方が書いてるブログやツイッターをチェックするぐらいのことはしてもいいんじゃないかなと思いますね。はい。で、30代で異業種に転職するなら、即戦力に近い、下地の有無と勉強しているかが大事。そうですよね。本当これに気づけてよかったと思います。で、しかしね、こういうふうに最後まとめられてるんですよ。 この方がね、最後の1行で、こういうふうに書いています。まあ、しかし、残念なことに、それが気づいた頃は、すでに転職は無理な年齢になってしまいましたということでございます。私もね、散々ね、この52歳の女性の方が、見識が甘かったってことを今までね、ずっとお話ししてきましたけども、同時にね、大丈夫です。50代からでも転職は無理ではないんですよ。じ、う、ゃ、ん、その一つの方法として私が提案するのは、YouTube ですね。 転職しようとする会社、これから入社しようとする会社がインターネットに強いのかどうなのか、その中でも YouTube を導入しているのかどうかを調べて、もしくは面接で聞いて、もしやってないようでしたら、じゃあ、御社に YouTube の部門を立ち上げましょう。私が全部やります。YouTube で会社の商品を紹介します。YouTube で会社のお客さんを募集します。YouTube で従業員さんの魅力的な発信をどんどん社会に出していきます。 そうすることによって、会社専門チャンネル、会社のメディア、要するに、ジャパネット高田をやっていきましょう、というふうにやるわけですよ。そうすると、YouTube のアクセスが高まっていけば、高まっていくほど、会社が知られて、会社の商品が売れて、会社に入社したいっていう人が増えて、人材募集のコストとか、宣伝のコストがぐっと下がります。そして、あらりはどんどん上がります。そのすべてを私が責任を持ちます。結果を出すまでには一年間くださいと。一年間は給料。 200万円から300万円の設定をしてください。年収でね。その間に自分のもらった給料以上の売上利益で貢献してお返しします。それができなかったらクビにしてください。っていう形でね。その1年を6ヶ月にするのか、3ヶ月にするのか、それは面接で協議して決めましょうというふうに提案すればいいんじゃないかなと思います。これはあらゆる職業に対して言えるんですけども、うちの会社はね、IT がね、全然ダメでね、っていうふうに来て、 私の即会職もしくは私の放送に来てくださってる方。チャンスじゃないですか、それは。自分の関わってる会社がね、インターネットに弱い、YouTube なんてやってない。だったら、その会社の YouTube 部門、インターネット部門をあっという間に司ることができて、自分が IT 部門部長ですよ。ね。あらゆる会社が今 IT のスキルが必要なんですよ。欲しいと思ってるんですよ。だから外注してコンサル頼むんですよ。でもですね、コンサルに毎月30万、50万払うよりも、 自分の社員が毎月15万、20万で IT を全部やってくれた方がいいですよね。そして今日、視聴してくださってる皆さん。ご自身の会社でそれをやって、いやでも自分にも、自分にも IT のスキルがないんですよ。自分にも YouTube のスキルがないんですよっていう方。大丈夫です。私がいますからね。私がいるんで、あなたを IT の専門家、YouTube の専門家に育て上げながら、そのスキルでもって会社で活躍してください。 で、会社で新しい IT とか YouTube のプロジェクトが立ち上がったときに、スキルは全くなくてもいいです。私のスキルをあなたに全部貸します。そういう目的でね、即課塾に関わってくださってもいいんじゃないですかさあ、即課塾のね、最初の費用が3万円。残金27万円は、給料が出てからでいいわけじゃないですか。いや、もっと言ったらね、私がその会社のコンサル入りましょうか。ね、という話ですよ。 法人コンサルに入って、その会社の YouTube 部門を形作って立ち上げて、そしてそこに、あなたが公認として着地して、私は解任されるみたいなね。じゃあ私が1年間、ある会社の法人コンサルをしますよね。1年間。YouTube できっちりと土台作ります。その後で、その方が、私をその方に引き合わせてくださった方が、公認として YouTube 部門、IT 部門の部長で座れば、楽チンで部長ですよ。 楽ちんで昇進ですよ。そうやって私もね、いろんな会社を立ち上げて、えー、メンテナンスして、YouTube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  っていうふうにしていくこともできますし、何社かね、させていただきましたね。ということでね、今回は52歳の方、ね、見通せない女ということでエントリーをお届けしました。いや、いかがだったですかね、こんな感じで。あ、どうも、あやさちゃんも来てくださいました。こんな感じで今日は52歳の女性のエピソードを紹介させてもらいましたけどね。 まあ、いろいろとね、あの、世の中には問題がありますけども、問題があるかそう、仕事になります、ねうんでね。で、重ねて申し上げますけども、私のメインの YouTube チャンネルは崩壊しそうです。<laughs> 警告3回まで、3回食らったらアウトなんですけども、もう2回食らってるんですよ。しかも2回目の警告は全くね、私、ガイドライン違反してないように見えるんですよ。 1>, 1回目は感染症を扱ったんで、もしかしたらダメかもしれないなと思いながら動画作りましたけども、2回目はですね、パパママプロジェクトって言ってあの、学費が足りなくって学校に行けない方に、私が出資して、その女の子とか男の子がね、学校に行けるように学費を上げますよっていうプロジェクトに参加したことを YouTube で紹介したら、それがダメって言われたんですよ。何なんだと思いますよね。むしろいいことしたはずなんですけどね。はい。あ、どうも、よしみさん。どうもおはようございます。 鳩が飛んでますね。はい。えっ、ー、と、コウジさん、新人の時の気持ちを最低3年間もらって仕事に向かえばある程度認めてもらえます。まあ、そうですよね。うん。だから初心を忘れるべからずと言いますけども、やっぱりね、40過ぎて一定の仕事や自信を持つのは結構なんですよ。でもそれを入社したばかりの会社にね、ああだこうだって言うと、さすがに人間関係は壊れますね。だから最初は、 わかっていることでもわからないふりして、やっぱり会社に従った方がいいですね。まずは会社に従うことによって信頼関係を作る。で、信頼関係ができて、ある程度の発言を求められるようになったら、じゃあ自分の経験で恐縮なんですけどって形で少しずつお話していくと取り入れてもらいやすいですよね。もしくは自分がその会社で権限を持つことですよ。実績を作って、もう弁絶ではなくてね、前の会社はこうでした。 本来ならこうやるべきですというふうに、弁説じゃなくって、実績を作って、自分がその会社に必要だというふうに、客観的にも主体的にも思われるようになったときに、意見を必ず求められますか、ら立場を絶対与えられますか、らそのときにやっと発言権っていうのをまあ渡されたんだと、託されたと思って、そこでお話しするのはいいと思いますけどもね。まあ入社して、どんな経験があったのか知んないけども、入社して2、3ヶ月目のね、使用期間の人が、偉そうに言えばそれはね、 会社としても面白くないですよね。そんなこと分かっとるわみたいな感じで言われちゃいますよね。<laughs> はい、どうも。おはようございます。えっと、コウジさん、おはようございます。ノックさん。動画編集を覚えると良いですね。この方は YouTube もやってる間に。そうそうそう。あの、動画編集を覚えてもいいですね。そんなに難しくないんでね。今、動画編集ソフトが出てますんで、そのソフトを自分で買うか、もしくは会社に買ってもらうかでしてね。 うん。もう本当一1万円とか2万円で買えちゃいますんでね。なんならフリーのソースでもいいわけですから。あの、確か、あの、あれですよ、Windows にはもともと入ってますもんね。<laughs> ムービーメーカーみたいなはい、あやさちゃん。YouTube は謎なことでもバージョンできます。私も警告1回です。まあそうですよね。やっぱり無料で使わせていただいてるんで仕方がないことと、YouTube もある程度、うん、なんかこう、動画の質を担保したいんですよね。だから都市伝説系の動画って、 すぐにダメになっちゃったりとか、有名なところで言うと、明日の話題っていう動画がね、あったんですけども、なかなか上がらなくなってきたり、あれもアカウントを何回か消されておりましてね。うん、あと何でしたっけね。あの、フェルメ研究所っていう動画も今切り抜きを出してますけども、切り抜きから本編に誘導しないと、本編が出されなくなってきてるんですよ。結構社会の、うん、本質とかね。あの、本当は、 あんまり隠しておきたいんだけど、みたいなことをどん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 出していく、いわゆる物申す系の YouTube とかがね、どんどん規制されていく段階に入ってますね、うん。だから自由な発信ができるのが、あの、YouTube のいいとこだったんですけども、まあそれもね、ここまで一般的なメディアになってくると、ちょっと難しくなってきたかなと。あの、ガーシーチャンネルっていう芸能界のね、闇を暴くみたいなのがありますけども、あれ証拠付きで出してますけども、もう完全に芸能界え、事務所、芸能人、えー、一般放送メディア、 だんまりを決め込んでるというね。<laughs> そんなこともありますよね。はい。えっ、ー、と、あやちゃんもね、ほんといろいろとあったと思いますけども <laughs>。またお話聞かせていただきたいと思います。えっ、ー、と、よしみさんからコウさん、おはようございますと。あ、きよみさんもどうもおはようございます。また明日よろしくお願いします。雨が続きますね。<laughs> で、よしみさんからもご挨拶と。いろいろご挨拶が続いてますね。はい。えー、はい。じゃあ、ノクさん。私は派遣時代、その制度がな無理と、最後は見切りました。うん それもありますね。清美さん、あやさちゃん、子供の送迎頑張ってる。そうそう。あのー、あやさちゃんね、お子さんの送迎の後のあの動画が妙になんか、私もね、あの時ちょうどね、あの辺りの時間でちょうどね、なんか誰かの音声聞きたいなっていうタイミングなんで、なんか気が合うというかタイミングが合うんですよね。で、私もまあ、送迎はね、家の前にバスが来てくれてますんで、お送りしたり迎えに行くことはあんまりないんですけども、たまにね、送迎があるんですよ。 私の場合は交通量の多い道路の脇にスクールがあるんで、結構車を入れたり出したりするのが危険だな、めんどくさいなっていうところはありますけどね。ええー、と、はい、あやさちゃん。有料配信サービス使わないともうダメですかね。はい。あの、微妙のね、有料動画サービス。あれの制限一応無料、無限の月5000円のプランを私考えてるんですけどね。だから YouTube で、まあ、あの、広く、 視聴者さんを募って、で、重要なことは微妙で皆さんに配信していくみたいな形を取ろうかなと思います。ただね、そのデメリットがあるんですよ。デメリットは何かというと、一旦微妙の契約するでしょ。契約切った瞬間、微妙に上がってた動画全部なくなるんですよ。だから死ぬまで払い続けないといけないっていうね、恐ろしいことにもなるんで、悩ましいですよ。 で完全無料でずっと使わせてくれるプラットフォームってないかなと思うんですけど、皆さん知らないですかねデイリーモーションぐらいですかね今、そこそこるくってそこそこ有名なバランスの取りでいるところ。デイリーモーションにしようかなねデイリーモーション広告バシバシ入りますけども、広告バシバシ入るもんね。視聴者さんにはちょっと厄介ですよね。デイリーモーションね。ちょっと皆さんなんか考えましょう。YouTube 依存を脱却するために。 あのロシア依存、中国依存脱出じゃないですけども、YouTube 依存じゃなくてね、まあこういうことで言うとね、またね、他の動画サイトに誘導してると見られて、この動画もアウトになる可能性がありますけども。<laughs> はい。まあでも、いろいろと YouTube 以外にも放送プラットフォームを考えた方がいいかなと思いますね。音声配信のね、あのポッドキャストとかね。 はい。えっ、ー、と、愛川さんもおはようございます。よろしくお願いします。えー、ノクさん、明日の話題、あれは闇をついてる動画多かったですね。いや、明日の話題結構好きなんですけどね。あの、出しようとか出てくるでしょ。<laughs> 面白かったんだけどな。ああいうの好きなんですよね。本当か嘘かみたいな、ね えー、あやさちゃん。きよみさんありがとうございます。昨日はきよみさんの例の話させていただきました。ああ、例の話ね。あ、例の話ね。私ね、タイトルは見てるんですけども、すみません。この動画は見てないんですよ、あやさちゃん。あの、例が見える人っていうやつでしょ。うん。で、私その動画のタイトルを見て思ったのがね、人生は変えれる、性格は変えられるっていう人がいるのと反対に、性格は変わらないって信じてる人もいるんですよ。で、これは、性格を変えた人は、 変わることを信じるけども変えたことがない人は性格が変わらないと思ってお互いがね自己肯定感に入ってしまうんではないかなと思いますよ。自分は個人的にこうだけどもそうじゃない人もいるかもねって考えられたらなんかねお互いの立場をすごく認められるのかなと思っちゃいますけどね。えー、っときょみさんこんにちは朝からの病院の定期検診ですと楽しみやご褒美ランチです。ああいいですね。私はね明日のねたこ焼きがもう早速楽しみですよ。 あのね、この今日視聴者さんにも言いたいんだけども、清美さんのところのね、たこ焼きがね、あのクール卓球便で送れるもんだったら、送りたい、<laughs> 私は。<laughs> え清みさん、あやさちゃん、あの話ですか、私が助けてあげたい子は、まだ小学生なんですよ。うん、小学生のお子さんね、ちょっと後で見てみようかな。あいさちゃん、広告入りまくると、視聴者さん、離れていきますよね。うん、そうなんですよ。インターネットって広告がないのがいいところですよね、ストレスフリーで見れるところが。 でもやっぱりインターネットの放送するプラットフォームとしては収入がなければできませんから利用する人がお金を払わない広告もつきちゃダメってことになるときついんでなんかバランスの取れてるところがないかなと思いますよねまあ私としてはね多少お金がかかってもいいから広告抜きがありがたいな <laughs> まあでも放送する方としては広告つけてほしいしななんか難しいですねどうしましょうか ほどほどに広告入れてほしいな。だから、動画を見ながら、ここにだけ広告がつくみたいなね。そんな形にならないですかね。だから、動画を見る前に広告見さされたら、なんか泣いちゃいますよね。<laughs> えー、コウジさん、ツイキャスがあります。ああ、ツイキャスね。確かに、ツイキャスは、そのまま放送できますもんね。うん。コウジさん、さすがですね。なんか、いろいろご存知です。ツイキャス懐かしいなノクさん、アイザゃんライブ少しだけ発信しました。おお発言しましたか。 あなるほど。コメントをしてくださったんですね。アイサさん、教室が変わるだけで大変なんだなと思いました。うん。それありますね。あのね、やさちゃんね、うちのヤマトくんもね、あの、スクールの写真があるんですけども、やっぱり笑顔が少ないんですよ。緊張感があるのか、それとも、なんかね、やっぱお家がいいと思ってるのか、ちょっとわかりませんけども、明るく楽しい表情をしている写真があんまりないですね。 まあそれは写真撮った時にたまたまそうなのかもしれませんけども、たまにね、親子参観があるで一緒に行く時はね、私の膝でずーっとね、抱きついてるんで、<laughs> それなりに楽しそうですけども。うん、まあ、ヤマト君はね、なんて言いますかね、3歳、4歳ぐらいにどんな感じかなってところかなと思いますね。えっ、ー、と、ノクさん、今日は法務局行きます。法人はいろいろお得。ああ、法務局ね。はいはい。ああ、あさあちゃん。 のくさん来ていただいてありがとうございます。ということで、あ今日もね、いろんな交流が生まれて、よきかな、よきかなってございます。うん、あれあ、まひめさん。今日ね、まひめさんのエントリーがあったんでね、あの、動画撮ったんですよ。まひめさんってご存知の方、いると思いますけども。まひめさん、ドバイにお住まいでね、いろいろ、ウィットクラブとか、<laughs> ジネスグローバルとか教えてくれましたけど <laughs>。ビットクラブとかいうのはね、懐かしいですね。ビットクラブって皆さんご存知ですかね。クルーズマイナーとかね。なんかその、ビットコインで日利1%とかね。日利1.5%とかね。あんな感じのがブワーっと流行って、あのハイプってやつですけども。ハイプポンジスキーム。ああいうのがでわーっと流行ってね。で、いろんな、 インフルエンサーがなんかこぞって集まったんですよ。で、そのためのセールス動画もすごく多くってね。ビットクラブは私はないなと思ったんですけども。まあでも一応、一応ね、万が一何かあったらいけないんでポジションは持ってましたけども、消えましたね。あの時のビットコイン返してくれよ、みたいな。さすがにビットコインの単価安かったんですけども、でも痛いですね。あれがね、余計なことせずに持ってるだけだったらどんだけ儲かったか。みたいなところがありますけどね。 だから当時ビットコインを下げった人って相当な莫大な資産を持ってますよね。オリガルヒですよ。暗号通貨オリガルヒ。<laughs> はい、えっ、ー、と、清美さん、あいざちゃん、彼女の小学校は埋め立て地でそれが原因の一つだと感じますと。うじ、ん、さん、挨拶のできていない皆様、改めておはようございます。ね、なかなかご挨拶もね、いっぱいしちゃうともう何が何がなんだかわかんなくなっちゃったりとか、あの名指しで挨拶をするとね、 抜けちゃわないかどうなのか心配ですよね。でも気持ちはね、皆さん、ここで関わった方ってのは、お互いを多分尊重してくださってると思いますんで、挨拶が仮に抜けたとしても大丈夫と思ってください、お互いに。はい、えー、のクさん、あやさらちゃんの動画面白いので、時々いきます。そうそう、あのー、なんかね、トークのね、センスがあるんですね。あやさらちゃんねあの。無意識だと思うんですけども。あの、面白おかしく話そうと思ってるわけではないと思いますけども、 多分声が聞きやすいんですよね、きっと。間の取り方とかね。声が聞きやすいのは確かにすごく大きいんですよ、あやさちゃん。あの、心地よいリズムだったりね、ペースだったりするんで、話の内容というよりも、私の場合はね、内容というよりも、BGM みたいに心地よく届くっていうところに、内容もいいみたいな感じですかね。で、あやさちゃんのことをこうやって毎日毎日、あの、やり取りしてると、人となりが分かってくるんで、もう話がリアリティが出てくるんですよね、すごく。だからとっても、 気が合うのかなと思います。皆さんもアイサちゃんのチャンネル見に行ってみてください。え、ノフさん、ビットクラブハイプ案件取りまくり。またこういうブームってあるんですかねなんかそのネットワークビジネスの、うん、なんか登録貧乏ってのがあってね。こっちに登録して初期費用30万かかりました。でも活動しませんでした。こっちのネットビジあの、ネットワークビジネス行ってみました。やっぱり登録費用が20万かかりました。まあでも活動しませんでした。損しました。在庫が貯まるみたいな。したらある時 いや、こっちはね、メラルーカって言って、すごく3万5千円で始められるんですよ、とか言って。安いなと思ってやるんだけども、でも結局、紹介出さないから、在庫が溜まるだけなんですよね。<laughs> だから、紹介ができない人は、ネットワークビジネスは絶対やんなほうがいいです。だから、紹介ができる人とかね、こうやって YouTube みたいな媒体を持ってる人は、あのたまにお話しするとね、何人か入りますんで、うん、だからいいと思いますよ。と同時に、ダウンラインを設けさせる仕事っていうふうに考えていけないと、 ネットワークビジネスは辛いです。結局、自分のダウンラインの方がずっといてくださるから自分に収益が入るわけですから、ずっといてくださるようにサポートも当然だけども、どうやったら、あの、ボトムが広がるかってことを一緒に考えていかないといけないですよね。一番下っていうかね、一番新規さんが3人ぐらいの紹介を取るまでは、みんなの責任をこれ、ね、持つぐらいの気持ちでやるといいと思うんですよ。だから新規さんは、 力のある、パワーのある、その、アップラインの人に、早くコンタクトを取って、協力お願いしますとかやった方がいいと思いますし、その方が YouTube をやってるんだったら、対談で私を紹介してくれませんかっていうふうに、どん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 切り込んでいくとね、自分の露出のチャンスが増えて、そして力のある人に紹介されることによって、関係性も強くなって信頼感も増すんですよね。だから紹介も出しやすくなるんで、それをどんどんやっていったらいいと思います。そうなると、 まあ、例えば自分がここにいて、ダウンラインがここにいて、さらにダウンがここにいて、ここがね、勝手に盛り上がってくれると、この人辞めないですか,だから。結果、ここも辞めなくて済むって感じなんで、ネットワークビジネスは一番下の人を探して、一人一人をピックアップして、その人にポジションを出すみたいなことを繰り返していったら、長持ちするんですよね。だから、基本的に今ねあの、インターネットを使わない人がネットワークビジネスやるのは結構辛いですよ。在庫を�かせる場所もないんで。<laughs> 在庫を�かせる場所もね。 まあ私は在庫を吐かせることはないんですけど、自分で販売する力があるんで、うん、それこそね、在庫どんどんこっちに送ってくださいみたいな感じですけどね。えっ、ー、と、懐かしい玉井さん、VV 時代。玉井さん、誰だろうわかんない。<laughs> すいません。えー、ノクさん、ICO もそうよ、飛びまくり。はい。まあ、ビジネスのほとんど飛びますよね。こう考えてみると、ノクさん、どうでしょうか。株式会社って、普通に立ち上がりますけども、10年経ったら9割飛んでるんですよね。で倒産してるわけなんですよ。廃業したりとか。 ってことは、MLM にしても、暗号通貨にしても、法人にしても、お店にしても、大体飛ぶってことなんですよね、きっと。で、一部が生き残るっていう形は、どのマーケットも同じだっていうふうに言えるんですよね。もちろん、お店、出店詐欺も未だにありますからね。出店、店を出しましょうってって詐欺みたいな。具体的に言うと、あの、な喫茶店やりたいんですけど、つってからね、コンサルタントに相談すると、そのコンサルタントさんが詐欺で、あの、お店と組んでるんですよ。<laughs> で、これから売りに出してる店があるから見に行きましょうかっていうふうに、えー、店に行くんですよ、実際に。そしたら、その店にはエキストラが繁盛してるように見せかけてるあの店があってね。で、それを見た、あのー、購入希望者さんが、あ、流行ってるじゃないですかみたいな感じでね。ゃこの店ね、事情があってオーナーさんが引っ越さないといけないんで、この店手放すそうなんですよ。だから格安でね、あのー、譲るみたいですよっていうふうにお話しする。そしたら、いや、こんなに流行ってる店なんだったら引き継ぎたいですとか言ってね。毎月の売上とか。 レポートを見るわけです。ただ、毎月毎月、あの、100万円ぐらい利益が残るみたいですよ、みたいな感じねえ、それを1500万円で買えるんだったら、得ですね、とか。1年半ぐらいで買えるじゃないですか。こんなにお客さんいるんだったら、みたいな感じで、店を引き継ぐんですよ。でも、その時に繁盛したように見せてる店ってのは、エキストラで繁盛してように見せかけてるんで、当然ですけども、オーナーが名義変更した瞬間にお客さん来なくなるみたいな。で、 購入して誰も来ないなっていうふうにね、新オーナーさんがあのぼやいていると、まあ、商売はしょうがないですよみたいな感じで、確かに自分の商売の才覚がないのかなと、店のオーナーが変わるだけで、本当にお客さんの言って変わるんだなって妙に納得して、そのまま破産して終わっていくみたいなね、出店詐欺っていうのはそういうのがあるんですよ。はい。えー、っと、清美さん、工事親分は私はリアルに霊に悩む小学生を助ける手助けを試行錯誤しています。 えっと、あやさちゃん、私顔出しやめようかと思います。やっぱり顔出していた方がいいのでしょうかうん、あやさちゃん、これは顔出ししてのファンと顔出しせずのファンとが出てくるんで、なんとも言えないですよね。特に女性の場合は、見えてるからファンになってくれる人もいれば、見えてないから色々と想像してファンになってくれる方もいらっしゃるんですよね。でも、私が思うのは、私が顔出ししてもこうやっていけてるんで、<laughs> 多分みんな顔出ししてもいいんじゃないかなと思いますし、 でも出さなくてもね、結局あの、内容に共感していただければ、顔出さなくてもいいのかなと思います。私も顔出ししない動画結構ありますんでね。例えば、スライドショー動画とかね、相場解説の動画とか、あ,のあえて顔出すときもありますけども、相場解説なんて、解説ができれば顔が出なくてもいいんでね。<laughs> 私の場合、コンテンツの販売をすることがあるんで、たまに出てくるんですよ、顔が。<laughs> そういういやらしさがありますんで、コンテンツセールスをしないっていうふうにするんだったら、まあ、出さなくても全然いいかなと思いますよね。 あの、まあ、女の子はね、特に顔出しするときって、結構、カメラの前に行くまでに、スタンバイに時間かかったりするかもしれませんからね。まあ、私もそれなりに、ちょっとね、おめかしはしないといけないかなと思いますけど、多少ですけど。えっ、ー、と、あと、清美さん、あら、あやさちゃんの若々しい顔、みんなの元気の源になってるかもよ。だけど、それはあやさちゃんの自由だと思うよ。どちらも OK じゃないかな。まあ、テーマによって出したり出さなかったりかな。 でも、あやさちゃんの場合は、顔出ししてない動画も、あの、文字だけのやつも、見ちゃいますからね、なんかね。だから、どれでもいけるなと思います、あやさちゃんは。あのー、本当にコンサルする場合は、あなたは顔出しをした方が、もう、チャンネル維持できるよと、顔出しやめたら一気になくなるよってことは言えるんですけど、あやさちゃんの場合は、どの動画もバランスよくファンがつくと思いますんで、私の評価としては、どの道でも、まくいくんじゃないかなと思います。あの、以前ね、中畑敦子さんっていうね、 あの、オリエンタルラジオの方が YouTube やってて、顔出しやめますとか言ってね、顔出しやめたら、急に人気がなくなったんで、やっぱり顔出ししますみたいな修正してましたけども、中田敦彦さんはやっぱりね、顔が出てるから、あの人の YouTube チャンネルなんですよね。顔が出てないともうダメなんですよね、急に。そういう、ちょっと損な方もいらっしゃるんですけども、あやなちゃんは出ても出なくても OK なんで選べますよね。<laughs> えのくさん、うちのやっているのは、口コミや紹介2人でも、自分含めて3人でも、 全員ご口ならある時期から死ぬまで、えー、月5万ね。商品も情報出し、在庫なし。不動産投資よりおごとくということでございます。確かそうだったですよね。ノクさんのビジネスは私もセンスが結構いいと思いますよ。うん、おすすめです。えっ、ー、と、あやさちゃん。マルチの帝王、あき明氏。あ、そんなことがいらっしゃったんだ。逮捕されてしまいました。大体、たいひめさんと写ってる写真が他の YouTube とかメディアで使われています。微妙すぎです。うん。 マイヒメさんね、マイヒメさんに関しましては、あの、私はね、なんかこう嫌な思いをね、させられたことがないんで、なんかいい評判しか立てられないんですけども、やっぱ賛否両論は当然あると思います。マイヒメさんもね、うん、なんかね、うん、上手なところもありますよね。ただやっぱり、あの、聞きたくない話もよそから聞こえてくるんで、あまあ、ど、どの方向から見るかってこともありますよね。 だからある程度だから距離を取って深入りしないもしくは一心同体で一緒に転落してもいいぐらいの覚悟でやるとかねうんでもビジネスってどうなんですかね、まあ、私はねあの億万長者合宿で一緒になっている吉谷さんぐらいの距離感が一番ちょうどいいと思ってるんですよ何の約束もしないし何の依存もしないとお互い勝手にやってるだけとかね勝手に話題に出してるとかで自分の切り抜きいくら使われても文句なしみたいなお互いになんかね 示し合わせてないけどもやってるという。ちなみに2人でプロジェクトを組むとき、億万長者合宿とかたまにやってるときって、イリュージョンとかやってましたけども、ギャラの計算とか全くお互いしてないですからね。経費も自分持ち。で、どうやって稼ぐかもそれぞれ勝手にやるって、ね、<laughs> な何も約束してないというね。いまだに続いてますけど、そういうの。はいと、ノクさん。年会費だけあるけど、あ、年会費があるんだ。ノクさんもね、確かそうだったですね。えー、たまいはんを はジ,ュジュビリーエースって何だったかな聞いたことがあるようないよあやさちゃん、きよみさん、5チャンネルで散々ブスブス言われるのに疲れちゃいました。お5チャンネルって何ですか ?2 チャンネルみたいなもんですかね。5チャンネルってのがいろいろあるんだなん散々ブスブス言われるのに疲れちゃいました。あやさちゃん、結構ね、かわいいと思うんですけどね。どうですかね、きよみさん。 私結構タイ,タイプっていう、タイプって言ったらまだね、別のなんか、なんか噂が立ちそうなんであれですけども。でもなんかすごく、私としてはすごく好感度。なんか100%みたいな感じですよね。なんか最初に出会った時、若いんですよ。若い。うん、なんか今でもそうだけども、ネットビジネスサミットで会った時に、僕はめちゃくちゃ可愛いゃんと思っちゃってましたね。今奥さんがいますんでね。奥さんが一番ですけど。 あでも、トーク面白くって、なんかすごく関わってて、うん、嫌な気持ちにはならないなと私は思いますね。ただ人の捉え方は様々なんで、なんか人の悪いとこつ,っつくのが好きな人もいますんでね。うん、困ったもんです、それは。多分、その生活保護の発信とかしてたら、むちゃくちゃそういう人が来たんじゃないかなと思いますし、そこから発生して、なんか生活保護が悪いわけではないんだけども、生活保護を馬鹿にする人っているんですよ。で、私も生活応募37万にしようって言ったら、散々パラね、 いや生活保護の何最低限で文化的な暮らしって別に10万ぐらいじゃ送れないでしょって言ったんだけどもいや生活保護のやつはいいんだそれでみたいなねで最低限の人権すら与えないことで何をなんか納得してるんだろうと思っちゃいますよね生活保護の方がね毎月50万もらおうが100万もらおうが自分の収入には関係ないからいいじゃないかと思うんですけど そればかりが生活保護の方が毎月30万、50万もらうようになったら生活保護の方が今よりもお金使うようになるんで自分の会社儲かるじゃんみたいな思うんですけどね。だからなんかね、私としてはね生活保護の方があの最低でも37万ぐらい毎月支給されるとね細かい条件とか一切抜きで生活保護っていうだけで毎月37万もらえるようにしただけで日本の景気って良くなるんじゃないですか。デフレも終わるでしょ。うん、ダイソーがね 100円均一じゃなくて500円均一でも売れるかもしれないですよそしたらでランチも300円とか500円じゃなくて1000円とか1500円がバンバン売れ出すと思いますみんな景気よくなるじゃないですかねだから現在流費が高騰しても全然オ OK になっちゃうんじゃないですかだからブラック企業で働いてて俺たちがこんなに働いて毎月15万ぐらいなのになんで生活費が37万なんだよ 働きなくなれよとか言うんですけども、だったら生活保護あなたも行けばいいっていう話なんですよ。で、みんなで37万もらって、それでいいんだったら37万もらって、それで一,一生懸命使えば、所得を上げたい人っていうのが商売楽になるから、その人は年収1000万とか2000万向かっていくだけですからね。今だからあの、お金が配られてなさすぎるんですよ。で、その一つに生活保護の支給金額が安いってところがあるんで、生活保護の方がまさに節約ではなくてね、切り詰めないといけなくなっちゃうんですよ。 切り詰めるってどういうことかっていうと、3食を2食に減らすとかね。服を買わずに1着で5年間着るとかね。もうなんかむちゃくちゃですよ、そんな。習い事もできないとか。生活保護の方が車を持っちゃいけないんですかスマホで有料課金のゲームしちゃいけないんですかと最低限の暮らしでしょとビールの1本ぐらい飲ませてくださいよ。遊園地ぐらい行かせてあげてくださいよ最。最低限の暮らしでしょ、それは。と思うんですよ。で、そうすることによって、 いろんなところで生活保護の受給者の方がお金を使うチャンスが増えたら商売みんな儲かるわけなんですよ。こんな簡単なことを私言ってるだけなんですけどね。なぜか怒られるとですね。怒られるよなんかしないけど。なんでだよみたいなね。はい、えっ、ー、と、ノクさん、あやさらちゃんは林上手なので音声だけでもいけますよ。はい、そうですよね。音声だけでもいけると思います。AI で暗号通貨、アビトラージ、MLM、AI は嘘でした。そう。 AI はね、当時から私、プログラミングですよ、単なるアルゴリズムですよ、と。AI はもっと先ですよっていうふうにお話ししてたんですけども、今、AI なんとかっていうの出てきてないですね、<laughs> だって、数年前 AI なんとかっていうのが本当にあるとしたら、今はもっと進んでるのがあるはずでしょう。なんか、当時は AI なのに、今はね、一切 AI の情報所在がないっていうのは笑いますよね。<laughs> ジュビリーエースあー。ジュビリーエースが AI とかなんとかなんですかね。 うん、ああ、あいさちゃん、見た目をいじられることに対して疲れてしまい。ああ、なるほどね。ノフさん、月利10% <laughs>。見た目をね、どうこう言われるのって、よく言われても結構ね、疲れるっていうか、どうしましょうかみたいになっちゃいますよね。うん、まあ確かにね、あ、髪切るですね、ぐらいだったらいいんですけども、なんか細かい言葉で言われるとね、それが褒められても、けなされても、どっちにしても反応困るんで、<laughs> それはもっと仲良くなってからね、個人的にこう伝えてくれるんだったらいいんですけども、 なんかこう、みんなが見えるところでいろいろ書かれると、いちいち対応しなくちゃいけないのかなとかね、対応しない方がいいのかなとかいろいろ思っちゃいますよね。まあ、ちなみにね、YouTube チャンネルが、あのー、育ってくると、私の場合コメントがついてるんだけども、もうコメント見に行くことすらできなくなっちゃってますんで、なんかすごく、なんか楽ですね。逆に。特に今サブチャンネルで今こうやって放送してるんで、メインチャンネル全く見えないんですよ。<laughs> だからその間にまたコメントがね、数百件とか、ね、ひょっとしたら1000件以上溜まってると思いますけども。だから10万人以上の登録者がいる人気 YouTuber さんって、コメントの処理絶対スタッフですね、これはね。一人ではできないと思う。皆さんの全部見てますよって言うけども、全部見てたらとしたらすごいです。一つの動画にコメントが数百件とかつくわけじゃないですか。私は数百件もつかないけども、2万本くらい動画がある中で、ちょっとコメントがついたらもうね、やっぱりこう、やっぱ1000件とかになっちゃうんですよね。 日にえっ、ー、と、ノクさん、パウラちゃんパターンでも綾沢ちゃんなら戦います。おっパウラちゃんパターンで綾沢ちゃんが行くと、なんか結構面白いかもしれないですね。清ミさん、綾沢ちゃんは人は人気にせずスルーしたら大丈夫よ。私なんて小さい時は太っていたけど、しきといじめられたことないのか、私が脳的なのは全ては自分の感じ方次第とは。えっ、ー、と、VTuber インコになる。<laughs> VTuber に俺はなるみたいな感じでございますね。はい。今日も話が長くなりましたけども、皆さんいかがだったでしょうか。えー、もともとはね、52歳の女性の経歴と、それから反省。うん。今からじゃもうね、手遅れなんだけど、いろんなことに気づきましたっていうふうなエントリーを紹介しながら、大丈夫ですよ。とあなたがそこまでこれからの人生を思ってるんだったら、自分のお勤めになっている会社で、YouTube やインターネットを担う仕事に入っていったらいいんじゃないですかってこと。そしてこれは取り物さず、 今日この動画を見てくださってる皆さんに言えることなんですよ。皆さんもどっかでお勤めだと思います。まあ、個人でやられてる方もいるかもしれませんけども、もしね、サラリーマンか何かでお勤めの場合は、自分の会社が IT や YouTube に対してどのくらい強いのかってことを見てみてください。で、大抵の会社は私よりも YouTube や IT のスキルはありません。ですんで、もうわかりますよね。その会社に対して IT のスキルを売り込むことによって、 自分の立場を作ることができるよってことなんですよ。で、もし自分自身に IT のスキルとか YouTube のスキルがなければ、私がおりますんで、私が力になります。もしくは私を紹介してください。私が IT や YouTube の力でその会社をもっともっと大きくしますで。で、IT 部門を作ったら、その部門の部長として、私は初代をやりますけども、すぐに退いて、2代目にね、どなたか、あなた自身を据えますのでで。美味しいでしょ、それこれが法人コンサルってやつですから、ね。 はい。あやさちゃん、きよみさん、ありがとうございます。はい。じゃあ、このチャンネルで今日もね、お互い励まし合い、癒し合い、気づき合い、まさに気がついて気づきあげるみたいなね、感じのロジックになってますけども、ありがとうございました。では、また明日お会いしましょう。松潤さんの放送始まってるんですかね松潤さん。ちょっと行ってみましょうか。松潤さんどうかな行ってみます。じゃあ、失礼します。また明日。あ、コーヒーなくなってる。一滴だ。 よし。お、最後のコメント。清美さん。私はクライアントさんがよく先生抱きしめてくださいって言われます。ハグしますが、若い男性にも言われたいわ。<laughs> そうですね。私もね、若い女性に抱きしめてくださいって言われることはもう多分一生ないと思いますけども。奥さんを抱きしめていこうかなと思います。